宇部電気株式会社は明治末期から大正にかけて存在した日本の電力会社である中国電力ネットワーク管内にかつて存在した事業者の一つ山口県宇部市にあった電力会社で宇部丹田の炭鉱への電力供給を主体に事業を拡大した開業は1910年山口県営電気事業の発足に伴い1924年 山口県電気局へ統合された。宇部電気社長、渡辺助作山口県西部に位置する宇部市は、元は朝郡宇部村といい、1889年の町村制施工時には人口約6000人の村であった。ところが、明治中期から宇部丹田での石炭採掘が活発化し、それとともに、機械やセメントなど石炭に関連する工業も起こると、人口が 増加、1921年には、市政志向市、下関市に次ぐ、人口約4万人を要する県内、第二の都市となった。この宇部市に、電力会社が設立されたのは、宇部村時代の1909年11月のことで、あった。社名は、宇部電気株式会社といい、設立時の資本金は10万円。社長は、 沖の山大工頭取などを務める渡辺助作で、その他役員には、林千介、藤本寛作、小慎太郎ら地元有力者が名を連ねる。宇部電機は、炭鉱の電化を主目的としながらも、自家発電とはせず、電灯、電力の一般供給も合わせて行う、電気事業者として設立された。開業は設立半年後の1910年5月24日。 宇部村大技中宇部に出力 100kW の火力発電所を建設し、まず宇部村と西隣の藤山村を供給区域として供給を始めた。年内には渡辺の沖の山炭鉱にも供給するようになり、炭鉱での電動力利用が始まった。しかし当時は電気の知識が普及しておらず、この地の炭鉱が海底炭鉱であるという事情もあり、 電化には慎重論が強かった。そこで渡辺は時代の進展に従い電化するが、前進主義で進めると決めたという。炭鉱の電化は、その後、大正時代になると本格化し、蒸気動力では不可能であった長距離の行動掘削も可能となった。宇部電気の供給区域はあまり周辺に拡大せず、1916年8月末、南村、翌年8月、 後藤村、1921年6月二股瀬村へ、それぞれ新規供給を開始する程度に止まった。それでも、宇部の発展と炭鉱電化、工業化によって、宇部電気の供給実績は着実に拡大し、1918年には電灯1万灯、電力供給2 0 0 0ットを超え、1923年には約2万5 0四千五4千5 0 0ットに達した。 供給事業収入に占める電灯量帯電力量の割合は3対7であり、電力供給主体の事業者であった。その間、電源は上発電所一箇所のままであるが、供給増加とともに、設備の新設、更新が重ねられている。三端地であることから、石炭価格が安く火力発電でも運転費が抑えられており、料金も特に電力料金が、 中国地方では最低水準の安さであった。設立時10万円で始まった、資本金は30万円への増資の後1919 19年、一挙に150万円へ拡大した。この資金をもとに、積極的な設備投資がなされ、それにつれて利益も増加して、年率1割超の高配当を維持した。なお、経営陣は設立以来ほとんど動きがなかった。 山口県では1920年代に入ると、県当局により、県内の電気事業をすべて県営化し、民間事業者の分立状態を統一するという、県営電気事業計画が具体化される。対象としてまず、上電気を含む主要5社が取り上げられ、1922年6月より、県営化交渉が始まった。5社中上電気、採用電気、 中外電機の三社が県営化に合意した結果、翌1923年7月30日、二日前の山陽電機に続き、上電機と県との間で事業上と契約が締結された。そして1924年4月1日付で三社の事業を山口県電機局が引き継ぎ、県営電機事業が開業に至った。県営化により、上電機の本社は、 山口県の宇部電機出張所に姿を変えた。また県営化の対価として、宇部電機には393万5600円の検債が交付され、株主に対して持ち株一株につき検債100円が分配された。解散後の生産事務は1924年11月2日に完了し、解散式が挙行された。百二十一年六月末時点における、 宇部電機の供給区域は以下の小村であった。宇部電機の火力発電所は宇部村大技中宇部に所在。発電所名は宇部発電所。県営時代の解消後は宇部第一発電所という。1910年5月の開業段階では、三菱神戸造船所製の蒸気機関、発電機各1台を備える出力 100kW の発電所であった。 1911年11月、炭鉱への本格供給に備え1 0 0ット発電機1台が増設されたのが最初の発電所拡張で、以後1914年12月に150キ5 0ット発電機、1915年6月1 5 0ット発電機と小型発電機の増設が続いた。蒸気タービンを原動機とするタービン発電機は1915年8月に、 初めて設置された。1 0 0 0ット発電機でアメリカのゼネラルエレクトリック製である。本来ドイツのシーメンスから輸入する予定であったが、第一次世界大戦の勃発で輸入が途絶したため、大阪電灯の中古機器を買い入れたもの。続いて1917年7月に増設した4 0 0ット発電機もアメリカから輸入する予定が、 機械輸出禁止措置で入手できなくなったことによる代替品であった。この増設までの間に電力不足が発生し、一時石炭業の不振と故障を招いたという。1918年12月、三菱長崎造船所製の1 2 5 0ットタービン発電機を増設。一方で不要となった4 0 0ット以下の小型発電機5台を撤去した。 増設はなおも続き、1919年6月、アメリカから輸入の GE 製1 2 5 0ットタービン発電機、1920年9月、同じく GE 製の1 5 0 0ットタービン発電機、1921年6月、スイス製4 0 0 0ットタービン発電機をそれぞれ据え付けている。4 0 0 0ット発電機増設をもって、増設工事は一旦打ち切られており、 宇部電気時代の宇部発電所は最終的に常用4 0 0 0ット、予備4 0 0 0ットの出力を要する発電所となった。予備設備が多いのは使用供給先が単行であるため送電トラブルが許されないことによる。1924年4月の県営化の後1927年5月発電機の増設で認可出力が4 0 0 0ットから7500。 キロワットに引き上げられた。この段階での設備は以下の通り。翌1928年、セメント工場に隣接する沖の山炭鉱を埋めた手地に、県営宇部第二発電所が竣工する。以後の増設工事は、同発電所に移り、宇部第一発電所の拡張は行われなかった。その後、戦時下の配電統制では、中国配電への出資対象となり、 1942年4月に県から中国配電へ移管される。同社によって1943年8月18日付で、宇部第一発電所は出力7 5 0 0ットのまま廃止された。ありがとうございます。